川球児がマウンドに上がります。皆さん、はい、どうぞ。今日その引退する阿部の話、藤川投手、囲まれました、はい。今日試合前にね、会話をして、まずは優勝おめでとうございますが最初の挨拶をしたそうです、ずっと敵同士で戦ってきたので、グラウンドで会話を交わしたのは今日が初めてなんだそうです、はい。それだけ僕らの世代は巨人と阪神という意識が強かった、まあ、これは工藤さんもよくおっしゃってますよね。ここ10年の中では一番の選手だと思うし、はい、いい試合対決ができたと思う。もちろん怖かったし、そういう選手のままユニフォームを脱ぐというのが一番でしょうと話してます、はい。今年巨人は原監督の傭兵さすがだったと。阿部選手は捕手としても年々成長していた。松井さん、由伸さんらを近くに置きながら成長していく土壌がジャイアンツにはある。その巨人の選手として凄みを帯びていましたと話していました、はい。さあ、その藤川対1番住谷に代わりまして阿部、バッターが阿部、阿部慎之助の対決が実現しました。甲子園割れんばかりの拍手、歓声。タイガースファンもこの阿部に拍手を送ります。昨日も第6号ホームランを打ちました。今シーズン限りでの引退、19年間、ジャイアンツの中心選手でした。初球フルスイング、すごい歓声です。いやー、工藤さん、この対決はすごい見ものですね。そうですね、はい。それはだから藤川も多分変化球とかじゃなくて真っ向勝負でやっぱり幕切れっていうんじゃないでしょうかね。ですね、はい。それは皆さんに見てもらおうと思ってるんじゃないかなと思いますね。19年間積み重ねてきたヒットの数は2131本。打ったホームランは405本。2012年には首位打者、打点の2冠王、ベストナイン9回、ゴールデングラブ4回、21世紀を代表する強打のキャッチャーでした。今年は6月に通算400ホームランも達成。昨年までは18年連続2桁ホームランも記録していた阿部と、この藤川球児が対します。いい当たり、ライト下がる下がる、どうだ、ポール際、ファウル、わずかに右でした。いやー、これはタイガースファンも大きな歓声です。工藤さん、特別な空気がこの甲子園流れていますね。そうですね、はい、いや すごいなと思います ねこの勝負というか、やっぱり、はい、なんか引き込まれていきますよね。球場の4万人以上のファンが見つめています。三振、最後はフルスイング、藤川球児にヘルメットの久し妻挨拶をしました。そしてヘルメットを脱いで甲子園のファンに挨拶、大きな歓声、阿部慎之助に送られます。はい、巨人のね、阿部選手が引退を発表したんですけど、巨人の選手なんですけど、本当いい選手でしたよね。この最後もね、藤川投手ともうストレート対もうフルスイングで戦って、ライトへ上がった大きな当たりね、まあ、あれに関してはね、もう入ってほしかったなとちょっとだけ思いました。でも最後はね、やっぱ藤川もね、全力で投げた球で三振に取って、まあ、2人のね勝負はもうこれで終わりですけども、本当ね、いい勝負をね見せてくれましたね、2人は。
阿部選手お疲れ様でした。夏本でした。